こんにちは、翔太です。今回なんですけど、毎ですね、急転減量の動画ですね、さまざまなコメントいただいているような状況になりますので、悩んでいる方のですね、アドバイスっていう意味でコメント返信やっていきたいなというふうに思います。基本的にはちょっと最近ですね、急転減量系の動画に来た、コメントに対してコメントしていくっていう風な流れでやっていきます。まず一つ目、サブ戦役を含めて使いこなせるかを悩み中ですっていうところです。メイン戦役とサブ戦役があるっていうところで、既存のバッファーあるいはデバッファーですね、同じ種類でも2名ずつまでですね、価値があるような状況に戦役においてはなりました。例えば祝福であれば、急転減量になるんですけど、これまで別に楊貴妃を持っていればそれで事足りていて、別にメイン戦役だけだったらもう楊貴妃だけでよかったんですけど、正直急転減量をわざわざ取る必要性っていうのは全くなかったんですが、サブ戦役もできたっていうところで、メイン戦役でもサブ戦役でも祝福聖護を使いたいっていう方はですね、他のバフにも同様のことは言えるんですけど、2体目の祝福キャラクターとして取るっていうのは十分にありです。でその時に注意していただきたいのは、キューちゃんのスキルには撃砕となりますので、撃砕キャラクターっていうのは不要になります。なのでそこをですね、どう考えるのかっていうところ、ハクタクと組み合わせるっていうのがですね、やっぱり、スキル1もスキル2も被りがない。スキル1は七星と祝福、あと影効果で、スキル2のところは破壊と撃砕っていう被りがないので、私の場合はですね、このハクタクとキューちゃんっていうのはセットで使おうというふうに考えて、今ですね、このサブ戦役見ていただいてきたいんですけど、200のサブ戦役を回す上で、ニビアン、ハクタク、急転減量、かぐや姫はちょっともう枠がなかったというか、キャラを持ってなかったんで、本当は蓄力キャラの方がいいんですけど、かぐや姫、この4名をバッファーとして使って、発光罪悪は、ハクタクと急転減量で賄っています。一方でメイン戦役の方は、発光罪悪の方は楊貴妃に、任せていて、撃砕の方はですね、源広政に、任しているっていう風な感じになりますので、やっぱりちょっと急転減量を使う場合は、ハクタクとセットで使ってあげるっていうのが一番ですね、枠としてはスッキリハマるかなと思います。発光キャラクターっていうのが意外とあんまりいなくて、私もですね、楊貴妃を使っていたんですけど、これまでは楊貴妃と、私の中で発光キャラで持っているのは楊貴妃とハクタク、この2名だけなんですよ。一方で撃砕キャラってレオニダスがいたり、ハッキーがいたり、カッシウスも低レベル低ステージなら使えますし、源広政とかがいたりと、撃砕キャラクターで結構いるんですけど、発光キャラクターってあんまりいなくて、私もですね、ハクタクか楊貴妃、この2名しか持っていないっていう風な状況でした。そんな中でですね、発光キャラとして楊貴妃、で撃砕キャラとして、急転減量を使うかってなると、それだとですね、スキル1が祝福聖護でどっちも被ってしまうっていうところがあるので、基本的にはそこの被りがですね、発生しないように考えてもらえばいいんじゃないかなという風に思います。で急転減量を取らなくていい動画に対してですね、危うく無理をして取りに行くところでしたので、ありがとうございますのことです。無理して取る必要はないかなと思っています。ハクタクの方が個人的には無理して取らないといけないのかなというふうに思っているところはあるんですけど、急転減量に関してはですね、正直そんなに無理するようなキャラクターではないかなというふうに思っているので、もちろん闘技場目線だと多少無理してでも取った方がいいかなっていうキャラクターでは確かにあるんですけど、ただですね、はっきり言って、戦役目線では代用キャラクターめちゃめちゃいるので、ハクタクの代用はいないんですよ。何回も言ってますけど、でもキューちゃんの代用はいっぱいいるので、正直急転減量の、採用っていうのは見送っても問題ないと思います。で次が急転減量ですが、投与を迷っていますっていうところで、真剣に、全部真剣に答えてますけど、さらに真剣に答えていこうと思います。理由は単純に減法が少ないのと、周年を控えている。なおかつ戦役ボスについては200号を突破しているからです。すごいですね。私もまだ戦役というかボスですね、200号まで、達成できてないので、ちょっとやる気がないっていうところもあるんですけど、ちょっと一回やる気出しましょうか。まだですね、200号突破できてないです、私は。
で、まあ、戦役もですね、まあ、201個を回せるビジョンがないので、そこを、まあ、私もそこをですね回せる ビジョンができたらですね、ボスもポンポンクリア自体はできるかなと思ってるんですけど、まあ、ボスクリアしたいなというふうに思ってるんですが、いかんせんちょっと201個の戦役私まだ火力不足感が否めないので、それが回せなさそうだからちょっとやる気もないって感じですね。戦役は200個を68秒で周回しておりますが、201以降はバリアの影響もあり火力不足です。全く私と同じ状況ですね。それで9点技能なしでいけているのであればどうなんですかね。今のところ私取らなくていいかなと思いましたけど、主要なバッファーデバッファーは大使命 MR 小機微以外は全て所持しております。あ、全て所持しているんですか。なるほど、すごいですね。お時間ありましたらかな、ご教授いただければ幸いです、よろしくお願いいたしますとのことですが、サブ戦役200回せてますかね。サブ戦役200を回せていないのであれば、まあ、ただ主要なバッファーでバッファーは一通り持っているとのことなのでいらないかもしれないですね。まあいらないかもしれないなとも、いや、いらないか、あんまりいらないかもしれないですね。まあ、大使命、いや、それだったら大使命取った方がいいんじゃないかなっていうふうにもちょっと思いました。劇祭キャラクターも十分お持ちだと思いますので、祝福キャラクターは、まあ、超高名と、楊貴妃いらっしゃるのかなというふうに思うので、まあ、わざわざ9点技能にする必要っていうのは、まあ、劇祭枠も1人で済ませたいっていう場合は、9点技能にするメリットもあると思うんですけど、劇祭キャラ持ってるかなと思いますので、一通り。ちょっと持ってなかったら申し訳ないんですけど。なので、まあ、サブ戦記200を回せていないのであれば、まあ、私みたいに、サブ戦記200で使ってもらうっていうのがありかなと思います。まあ、ただ、メイン戦記200、サブ戦記200回せている状況であれば、多分、9点ゲームを取っても変わらないかなと思いますので、スルーでいいと思いますね。もう、闘技場においては多分、かなりのですねバッファーでバッファー持ってらっしゃると思うので強くなれるかなと思うんですけど、まあ、特にバッファーの方が持ってらっしゃると思うので強くなるかなとは思うんですけど、あんまり多分戦役においては変わらないかなと思いますので、まあ、基本的にはスルーでいいかなと思いますね。それよりはどうですかね、まあ、201以降を回せるキャラクターを取ってもらった方がいいかなというふうには思います。で、まぁ、ちょっと今回9点ゲームの願い返しですね、このタイミングが多分被ってねえなっていうお話をしたんですけど、それに対して2月は29日までなんでワンチャン願い返し13日の可能性があるので火曜日に期待、まあ、確かにその可能性もゼロではないので、まあ、私もちょっと火曜日、願い返し来ることを確かに、まあ、ちょっと天に祈りながらですね、まあ言おうかなと思います。まあ、私もう全てのアカウントですね、まあ、先日の白拓の再販もあったっていうところで、白拓と9点ゲームの実は全部サーバー持ってるんですね。なので、ちょっとここら辺の問題は私はあんまり感じてないんですけど、まあでもですね、持ってなかったから方からしたらですね、かなり、待ち遠しいキャラクターだったかなというふうに思うので、ぜひ、願い返し、いい感じに来たら、まあ、撮ってみてもいいかな、撮ってください。でそもそもこのゲームをやり始めたことが後悔で今で始まったことではないので大丈夫ですよ。翔太さんこそ、翔太さんどうぞお大事にしてくださいね。 ありがとうございます。まあ、だいぶですねマシにはなってきました。結構動けるようにもなってきたんで、まあ、やっぱりちょっと家の中にずっといる、私結構得意だと思っていたんですけど、引きこもること自体が思っていたんですけど、なんかあんまりそういうわけではなかったですね。結構やっぱり部屋の中にずっといると、まあ、日当たりが悪いっていうところもあると思うんですけど、ちょっと鬱みたいな感じで、かなり気持ちが落ち込んでしまったので、まあ、ちょっとなるべく外には出るようにしようかなと思います。で願い返し10日、20日月末の3回にしてもらいたい。いや本当ですよね、願い返し。まあもともとは月に1回だったんで、月に2回もだいぶですね、まあ、よくはなってきているかなと思うので、まあ、この調子で月に3回ですねにしてほしいなって思いますね。あれも遊園地スタンプじゃなくて、ときめもイベントも来てほしいなっていうふうに思います。
で、いつもお世話になっております。いつも動画を楽しみにしております。一つアドバイスをお願いします。装備についてですが、おすすめの装備がありましたら教えていただきたいのですが、混沌装備はできるだけ主力アタッカーに使いたいのでローコストでの装備を考えています。お時間がある時で構いませんのでよろしくお願いいたします。とのことですけど、これ給電原料に対してってことでいいんですよね。装備に関しては、まあ、基本的には耐久が上がる装備してもらえばいいかなというふうに思います。まあ、このキャラクターは影光で、耐久作っていくキャラクターになりますので、まず書と指輪、ここは王者150をとりあえずつけてもらえばいいと思います。実月のレベル100よりは王者150の方がですね、ステータスの伸びとしては高くなったはずなので、まあ、王者150ローコストで話すので、まず王者150、つけてもらうっていうところと、まあ、武器のところはどうかな。まあ、ちょっと専属武器じゃないパターンですね。火力出さないパターンでいうと HP 上げた方がいいと思っていて、まあ竜神の装備を武器と腰当てにしてもらって、まあ兜と鎧は実月装備とかどうですかね、っていうふうに思いました。まあ、あるいは武器と、右側全部陶化神で、陶化神の、4つのですねセット効果で HP 上げてもらってもいいかなというふうに思います。まあ、HP 特化なら竜神に、実月に、王者に、で、それも竜神すら竜神実月も嫌なのであれば、陶器神4の副装備指輪だけ王者レベルかける150でいいかなというふうに思います。で次が、現状4万元宝しかないから、給電原料のために2万円くらい課金しないといけない。私が白卓取った時と同じ状況ですね。加えて雪女の連携が良かったら、あ、この部分は運営さんが勘違いしたみたいですけど、さらに数万課金して取らないといけない。次週はさらに願い返しのため3万元宝をゼロから用意しないといけない。3月の周年キャラまでにさらに7万元宝を蓄えないといけない。きついわ。この方はちょっとお困りなだけみたいなんですけれども、まあでもそうですよね。いや、きっちいですよね。まあまず雪女はスルーでよかったですよね。給電原料もどうなんですかね。まあどうしても取らないといけない状況であれば頑張ってください。まあただ基本的にはまあスルーでもいいかなというふうに思います。どうしても必要ではない限りは。で、願い返しについて、本当願い返しをずらす時点でユーザーから絞り取る気満々だから、相変わらずここの運営はダメだなと感じる。まあタイミング、まあでもまあでもこれは露骨なタイミングな気がするな。いや、ただ一つだけ思っているのは、次の金曜日に変な、なんか下手しいなんか強力なバッファー来るような気がしていて、それを取るための願い返しなのかなっていうふうにも、まあちょっと思ってはいます。っていう感じですね。あ、ちょっと私がちょっと雪女と水鏡をめちゃめちゃ言い間違えて、水鏡来るのっていうコメントをしていただいて、そのコメントに対して雪女かとっていう返信をしていただいていて、本当にありがとうございます。めちゃめちゃ申し訳ない。はい、っていう風な感じですね。まあ一旦ですね、今来ているコメントに対してコメントさせ、助けになればなと思って、コメントさせていただきました。まあ白濁に比べるとですね、まあ、よくも悪くも取る必要性っていうのは、まあ、薄いキャラクター、まあ、代用がいるキャラクターにはなりますので、まあ戦役でですね、どうしても必須っていうわけではないです。闘技場では必須なので、まあ、戦役でも闘技場でも強いキャラクターっていう意味で欲しい方はですね、狙ってみてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっと私のサブ戦役のですね、状況っていうのも常に映していたので、給電原料どんな感じで活躍しているかっていうのを見てもらえるといいんじゃないかなと思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。